こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ウェス・モンゴメリーの演奏で有名なフルハウスという曲をやりたいと思います。まずはですね、フルハウス、イントロのラテンのところ、3拍子のラテンがちょっと、これちょっと特殊なんですよ。で、これをやっていきたいのと、テーマ A の叩き方、そして A の、イージーバージョンというか、多分普通はこうやってやるだろうバージョンっていうのをやってみたいと思いますね。で、B の叩き方と、1.5拍、3の真ん中ですね、1、2、1、2、3の1拍半のとこね。で、ソロの、あと構成とテーマの、エンディングというところでですね、この辺を聞いていただけると、ドラムじゃない人でも、これを聞いてから曲を聞くと楽しめるのではないかなと思います。それでは始めていきたいと思います。この部分のですね、イントロの部分はベースのラインを解説が、ドミドンダ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 ン、要はワンツースリーワンツースリーをダン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 ダ、2回目の時はちょっと3拍子寄りのパターンを弾いて、1回目の時は普通に大きく3を取ってるんですね。ドラムはカンカンカカカッカカッカカンカンカカカッカカッカ、前半が3で後半が1.5みたいな、ワンツースリーワンツーワンツースリーワンツー、それにワンツースリーワン、ここまでいくとなんかロッカーバラードみたいな。で、そう、ラテンの変なこんなパターンを叩いてるんですが、「ウトンパンツトンウトンパンツトン」っていう、大きい3を感じるみたいな、なんかこう変わったフレーズだと思うんですけど、これをジミー・コブは全部やってるので、狙ってやってるんだと思うんですけど、この「バッタラバレレ」うったーだだばららっていうこのイントロのメロディーのところでこのラテンをやります。この時はベースが今みたいにラテンのパターンを弾いたりするんですが、全音符でも全然問題なく、ここラテンでやってもいいし、ここ4ビートのままやる人もいるんですね。なので、このままやっていただければいいかなと。で、 A はですね、ここを見ると1の裏と3の裏を叩いてメロディー側の方の演奏をするんですね。で、2回目は同じなんですけど、たっちゃんじゃん、この4小節目のところが、たっちゃんじゃん、これ3拍子になってる感じ。ドゥダッドゥダッパッドゥダッパッ、あとで説明するんですが、そこにちょうどピアノが、ドゥダの間が空いてるでしょ、そっち側にピアノが入ってるんですね。で、前半一緒なんだけど、ドゥバラバダバダのところは、ワンツースリーワンツー、という具合になってます。ちょっとややこしいんですが、僕はあんまりこの歌い方にならないんですね。イージーバージョンの方ですね、逆にしました。譜面的にはね、 A2 のところに書いたんですけど、上の段と下の、上の段はですね、ドゥダドゥダ、あのチンチキチンでやってる、チンチキチンチンチキ、ちょうど裏側の音と右手と一緒になります。一緒になるんだけど、ちょっと難しければ下の段に書いたけど、ここに、ダバッダバッダッと、で、3小節目はタッタッタララってメロディーがあるんで、逆になしにしました。タラッタラッタッタッタラバダッタバッタラッタラッタッタッタラッタラッタラッタッタッタラバダッタバッタラッタラッタバダッタバダやってもらっても全然構わない。こっちの方が僕はよく使うな。ただキャッタただちゃ、メロディの反対の方に行った方がね、いいかなと思います。で、ジミーコブはメロディ側の演奏をしてますが、どちらでも構わないと思います。タラタタダチャッタツースリータッタアンアンで、ギャーンって弾くので、ここに合わせます。ここの部分が今までの場合はこういう感じで、1拍半が短い
密迫範囲が薄かったのに対してタタタタンタツーフォーワンツースリーフォーワンツーワンツースリーみたいに急にリズムが切り替わったようにしたように作られてますこれね。いいな。はい、そういうわけで、最後、ソロの構成とあとテーマのエンディングですね。最後の A のところは一緒なんですけど、これ AAB なんだけど、A が16小節、16、16、8、16ってあるんですよ。B だけが短い。で、A の部分っていうのがいわゆるコード2つなんで、僕らから、まあ、いわゆる一発と言われるやつで、ずっとコードが一緒っていうか、スケールが一緒でずっといけるんですね。だからずっとこう同じでいって、で B だけ短いでしょ。だからこれ演奏を聞いててもなんかちょっとみんな不安になってる瞬間っていうか、なんかこう頭リセットしきれなくてっていう感じがちょっと聞こえますね。だから演奏してる時はだからこう AAB やって、ここの A からだとずっと一発が16、16、16、3回続くじゃないですか。だから今何回目のどこやってるか分かんなくなるガチな結構難しい曲ではあります。でサビの部分だけはコード進行がこうずっとこうバップみたいにこうコードが流れていくんだけど、あとはずっと停滞してるっていう曲なんですね。でベースギターソロに行ったらいきなり4ビートに行くんですけど、これ今回初めて聞いてみて分かったんですけど、3回目からずっとまた全音符に戻るんですよ。でサックスソロの時も結構盛り上がるんだけど、ベースはずっと全音符のままで、ドラマ結構ついていって2割にしたりとか結構遊んでるんですけど、でピアノソロもずっと、まあ、フィールが全音符のままワンツースリーワンツースリーで、1回4ビートに行ったらなんかなかなか逆にゆったりに戻せない、盛り上がってるからね。だからなんかうまくベースはやってますねっていうところが面白いところだと思います。でこれが終わったらエンディング、エンディングっていうのはイントロと一緒のことを、やってるんですが、これね、このパターンに行くんだけど、で最後なんかみんなグダグダで終わってます。これライブだからね、なんかここで終わりみたいな感じになって終わってます。とはいえ非常に名演だと思います。かっこいいんですよね。何回聴いてもかっこいいですね。まあ当たり前だけどギタリストがよく選ぶ曲なんですね。ギターの人がよくやってます。あとね、矢野沙織ちゃんが非常にこの曲好きでよくやってました。これイントロも使ってねやってました。で僕は結構3連フィールで、まあ、こんな感じで結構細かいフィールでビジーな感じって英語でよく言うんですけど、ビジーとかスモーキーとか言ったりしますね。そんな感じを意識して演奏していますが、まあ三拍子の中では何の曲やるって言ったら、まあいつか王子様がとかね、まあよくやるアップジャンプとスプリングとかなるんですけど、この曲ってまあ意外とみんな覚えてなかったりするのと、アドリブを回した時にやっぱりみんながちょっと混乱する、自由にやってるつもりが今どこやってるか分かんなくなって B がみんなでバラバラになってしまうっていう可能性がよくある曲なんで、まあ避けられる曲でもあったりしますが、ぜひ一度トライしてみてください。それでは、本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。